海自の次世代護衛艦クマノがついに公開されたという情報をゲットしました。今回はこの次世代護衛艦クマノについて見ていきます。こんな護衛艦日本でしか建造できません。少人数化に成功ですね。海自本気だわ。昨年2022年春にはネームシップであり1番艦の最上と2番艦熊野が就役を果たしました。12月には3番艦の死ロも就役を迎えた最上型護衛艦ですが、今年も順送りに建造中の艦艇が就役すると予想されています。まず2023年3月には4番艦三熊、12月には5番艦矢作が就役を行うとみられます。6番艦阿賀野も昨年末にすでに進水していますし、毎年2隻ずつの実戦配備というスケジュールでやっていくように思われます。もっか三型護衛艦は海上自衛隊の最新鋭水上戦闘艦として、現在までのところ22隻の建造が予定されています。ここ近年でも例外的に一種で数多くの隻数を建造することが決まっているのです。つまり今後の中核を担う艦艇と言えましょう。護衛艦の名前はそれぞれ日本国内の河川名から付けたものですね。最上は最上川、熊野は熊野川、能代は能代川などの一級河川名に由来しています。2022年12月、現在の岸田政権は、安全保障関連の3文書の改定、及び、その内容の閣議決定を行いました。その中では、昨今の日本の置かれた安全保障環境の悪化を反映し、大幅な防衛費の支出増を打ち出す形になっていました。海上自衛隊では予算の増大を受けて護衛艦54隻、うちイージス護衛艦10隻、イージスシステム搭載2隻、イージスアショアの代替、潜水艦22隻、現行と同様、哨戒艦12隻の体制を整備することを決定しました。この中では最後に挙げた哨戒艦12隻というのがこれまでになかった名前です。全く新しい範疇の艦艇として登場したというわけです。各種の護衛艦よりも大幅に小型で、警戒や監視等、警備な用途を専用に行う艦と考えていいでしょう。個人的には、こうしたコンセプトの艦艇というものは、どちらかといえば、海自護衛艦というより、海保の巡視船に近いものではないかと思います。ということは、尖閣諸島周辺海域等の警備強化につなげる意図があるのではないかと推理してしまいます。それ以外では、潜水艦隊の22隻体制は、現状維持とはいうものの、今でも、毎年1隻ずつの新増艦が、就役を行っている状況であることを勘案すると、旧式な艦艇が、練習艦等に回される、格下になるとはいえ、実質総数はプラスが続くものと予想しています。そして何かと物議を醸すことの多かったイージスシステム搭載艦ですが、最終的には通常のイージス護衛艦並みの規模でミサイル防衛を担う艦艇にするということに落ち着いていて、むしろこれ以外の兵装にも注目が集まっている様子です。与党自民党の一部の代議士の中には、このイージスシステム搭載艦は、ミサイル防衛用の迎撃ミサイルの他に、対地、対艦用の長距離攻撃用、及び、島嶼防衛用の兵装も実装すると、指摘する人もいます。どれが実現されるのかも、見どころではないでしょうか。さて、護衛艦54隻体制ですが、現在8隻を保有運用中のイージス護衛艦については、今回の安全保障関連の3文書によって、
2隻像が盛り込まれ、その合計数10隻を引くと、44隻が、残りの他の護衛艦と考えられるようです。その44隻の護衛艦の中では、前述のように、今のところ、ハモが、身型護衛艦22隻が建造される予定と伝えられているので、も、が、未完が、通常護衛艦の半数を占めることになります。ということは、海上自衛隊が、も、が身型に寄せる機体の大きさが伺える証拠と言えるのではないでしょうか。も、が、身型護衛艦の規模を紹介しましょう。基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、最大幅 16.3 メートル、深さ 9.0 メートルとなっていて、海上自衛隊の艦艇としては、初めて、艦首記号 FFM が与えられた艦艇ということです。この艦首記号の FFM ですが、フリゲート艦という意味で、なおかつ、多目的、マルチパーパスに対機雷戦闘、マインに対応するという意味を込めたものと言われているそうです。も、が、身型護衛艦の直接の後継艦とも言える阿武隈型は、基準排水量2000トン、満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル、最大幅 13.4 メートル、深さ 7.8 メートルとなっていて、沿海域の警備を主な任務としているそうです。アプ、熊型に比べればも、が、身型護衛艦は、排水量も、縦横のサイズ、ともに大型化していることは一目瞭然ですね。大型化した理由について、ですが、従来の沿海域警備用である、阿武隈型等の護衛艦とは想定される用途が、大きく異なっているからです。近年は、海軍艦艇同士の、直接交戦や追機雷戦闘も減少傾向と見さされてきたため、認識の変化があるように感じられるのです。対機雷戦闘を行う戦力としては、海上自衛隊においても、従来は、掃海艇が担うべきものと定義づけられていたと思われますが、そういった小型専用艦艇ではなく、ある程度の規模を持つもが、身型に、その能力を与えたことが、注目点となるでしょう。今、最も、日本の領海防衛の中で注力すべきと考えられているのが、尖閣諸島であることに、異論を挟む人はいないと思います。理由ですが、こうした南西諸島防衛という、喫緊課題に対し、そのあたりの海域を海上封鎖されたり、また逆に封鎖できることという両方へ対応する、必要性が生じているゆえと思えるのです。最近富にきな臭くなって、現実味を帯びてきたのが台湾有事ですが、それも含めて、中国との軍事的な対峙を想定した場合、海上自衛隊としては、いかに、南西諸島に中国海軍艦艇の接近を阻止するのかが大きなポイントになると思われますが、その対処の一環をもが身型護衛艦が担うことになるのでしょう。中国海軍が南西諸島方面で機雷を使って海上封鎖を行った場合には除去作業にあたり、逆に中国海軍側の艦艇の接近阻止のために機雷の敷設を行うという能力をもが、身型護衛艦が保有しているという事実が果たす役割は、かなり大きいものと考えられます。も、が、身型護衛艦は、ステルス性獲得を最優先したことを武器として、対機雷戦闘を行う海域へ進出し、その除去と敷設という、侵略の作業を実施し得る艦艇として、南西諸島の防衛に、スキルを発揮する存在と見られます。も、が身型護衛艦の兵装ですが、62口径のマーク36単装砲が1機、マーク 41VLS、垂直発射艦、16セル、4連装の17式艦対艦誘導弾発射機が2機、
三連装の 324mm 単魚雷発射機が2機等が予定されているようです。艦の大きさと比べて、特に重兵装というわけでもないようです。上記の兵装の中で、主兵装と位置づけられるべきものが、マーク 41VLS 垂直発射艦16セルです。この兵装は、搭載すべきミサイル選定に、時間がかかると言われたこともあって、当初は装備が後回しにされることがありました。つまり、モガ、ミ型護衛艦は、対艦戦闘に重点を置いた艦艇とは言い難いということです。ということは、そういった対艦攻撃などの役割は、充実した兵装を備えている汎用護衛艦やイージス護衛艦に任せ、モガ、ミ型護衛艦は、対機雷戦闘や警戒、監視などの任務を主にこなすように想定されていると考えるべきなのでしょう。モガ、ミ型護衛艦において特筆すべき点は、乗組員数定数がわずか90名ということです。この数は、イージス護衛艦のおよそ300名と比べると、3分の1ということで、はるかに少ないということが、すぐわかりますね。しかも、モガ、ミ型護衛艦より小型なアブクマ型護衛艦は120名ですから、それよりも少ないということです。そのため、通常のモガミ型護衛艦は、たった4名で、運航管理を行う体制なのです。ということは、近年の海自が組織として、慢性的に抱えている問題、つまり乗組員不足という、大きな問題に対して、一定の回答になると考えられているようです。しかし、その反面、モガ、ミ型護衛艦ほどの規模の艦艇にとっては、乗組員の総数90名では、一人当たりにかかる任務の量と質が、非常に大きいという指摘も出されています。今後、実際の運用経過で、その有用性が試されることになると推測されます。また、水上戦闘艦に限らず、軍艦として非常に重要要素の一つとされるダメージコントロールに関しても、艦艇が物理的な損傷を負った場合、その多くが初動の人手による対応が重要な鍵ととも言われていますから、その部分も懸念されるところです。2022年には、ロシア・ウクライナ戦争で、ロシア黒海艦隊機関のミサイル巡洋艦モスクワが、ウクライナ側のミサイル攻撃の後、結果的に沈没したというケースに鑑みて、ダメージコントロールの重要性が指摘されました。